こんにちは、ケンジチャンネルです。先日おにぎりを食べてたら銀歯が取れまして、うわやっべえこれとか言って、もう歯医者行かんきゃいけないなとか言って思いながら、こう一か八かこうスンって入れてみたんですよ。スンって入れたらカチッてはまって取れなくなりました。ケンジチャンネルです。さあ、もうそんなことどうでもいいんですよ。今日はさあ、そろそろ発売しますよ。プレイステーション4プロ。みんな欲しいんでしょ？みんな欲しいね。まさに次世代機。プレイステーション4のゲームが、より一層綺麗に、さらに、ぬるぬる動く、60fps のゲーム。みんな欲しいね。欲しいね。だけど、4万5千円ぐらい。めっちゃ高え。まあね、そのね、僕ぐらい大人になってくるとね、まあ、ちょろって買えるよ。余裕で買えちゃうよね。今回は買わないかもしれないけど。まあでも、学生のみんなは、お金ない。小学生、中学生、高校生、大学生。学生は、もちろんお金ない。なかなかそんなもん欲しくても買えない。ゲームやりたいけども、買えない。そんな時、どうしたらいいのかっていうのを、この私、ケンジチャンネルの皆さんに伝授していきたいと思います。どうにかして、プレイステーション4プロを手に入れる方法を見つけよう！のコーナー！はい、ということで。と言ってもね、お金がないんだったらね、もう結局買えないんですよ。じゃあ、お金がある人に頼むしかないわけですよね。さあ、誰に頼みますか？もちろん、お父さんお母さんに頼むしかないよね。それしかないよね。はい。お母さんに頼もう。ね。お母さん。やっぱり家計を握ってるのはね、お母さんなわけですからね。お母さんをなんとか説得することでやっぱり買え。甘いよ。お母さんは、ママは、母ちゃんは、基本的にゲーム全然買ってくれねえから。マジでゲームというゲームを買うことを一切害してくる。一切を狙撃してくるのが、もう母親という存在である。そんなことよりね、母さんはもう、今もう三代目 JSOUL BROTHERS のことで頭がいっぱいなわけですよ。もう早くちょっとね、次のライブ、ないのかしら。行くわよ、私と。ね、ママ友誘って。おい！お三代目 JSOUL のお前、ライブに行ったら、高いじゃねえから、マジでやろう、お前、どうやら、めっちゃ、お前、カッコー、お前、母さんはダメ。母さんはダメ。やっぱりね、ここはね、お父さんはね、強い味方だね。いや、お父さん、ちょっとさ、欲しいものがあるんだよね。お？どうしたんだ、タコシ。お前何？欲しいもんって。野球のバットかなんかか？え？とか言うね。お父さん大体野球をやらせようとしてくる。ね。息子が野球選手に育ったら、超大変なことになってくるもんね。お、息子がお前野球選手になってお前、あれか、契約金、ね、何千万とかって、お父さんもにっこりしちゃうぞ、お父さんもにっこりってね。お父さん全然にっこりとか言うから、これ真顔なわけですね。なんでこの真顔な理由っていうのは、お父さん最近ラーメンが食べたい。ラーメンの言葉に書いてる。ね。なんか、どこかの YouTube のチャンネルを見たのかどうなのか知らねえけども、やたらとラーメンのことばっかり考えてる。これなんなんだよ。なんでうちのお父さんすぐ何かってと家族で、おちょっとラーメン食いに行こうか。どう言ってんだこれ。毎回言ってんのこれ。何これ。今更二郎系にハマってんの。これ一体何なんだこの親父が。えなんで親父こんなにハマってんのかって言ったことね。お父さんの会社にね、最近若い女の子が入ってきたの。若い、ね、20代中盤ぐらいの女の子がね、武田さんが入ってきちゃった。入社した。え、武田さんちょっとラーメン好きだって話聞いたんだ。お、武田さん、ラーメン好きなんだ。へぇー。まあ、ね、ラーメン好きって武田さん言ってるけれども、僕もまあまあ好きで、結構いろんな店知ってる。すごい！やっぱり主任にもなると、ラーメン屋さんいっぱい知ってるんですね。まあ、そんなね、まあ偉そうに言えるほどではないけれどもね、まあかなりその、なんか有名人とかも来てるお店とか、お忍びみたいな感じでね。もちろんそれはね、ほんとね、隠れ家みたいなところのね、店とかね、知ってるんだよね。すごい！すごいです
ですね。美味しいところ知ってるんですね。教えてくださいよ。どうしよっかな。まあ、あんまりね、ちょっとね、人に言えないんだけどね。まあ、今度ね、一緒にじゃあ食べにでも行ってみる？あ、それはちょっといいですね。あ、え？いや、食べに、連れて行くよ、なんなら。ね、ランチ、お昼とか。あ、それはちょっといいです、それは。一緒に食べに行ってみる？食べ方とかもいろいろあるからね。どうやって頼んだら美味しいかとかもあるから、まあ、一緒に今度食べに行こう。いや、それはそれはもういいです、いいですって。お魚が来てる！ドーン！ドーン！ラーメン屋さんのドーン！お父さんは、頼りになれない。全然頼りにならない。もうダメだ。ダメだ、これ。買う方法ねえわ。諦めんのはまだ早い。妹がいる。妹はお金持ってないよ。だけど、お父さんとお母さん、お父さんとお母さんどこ行った？お父さんとお母さんはね、妹の言うことはね、まあ聞く。ちょっと、これ潰したけれども、お母さんもう一回出てきてもらおう。お母さんに、お母さんに。お父さんじゃん、これラーメン屋だ、これ。お父さんどこ行った？お父さんもういい。ね。妹。妹。なんとかしてこの妹をね、味方につけたい。だけど、この妹はね、前の夏休みに、なんかゆっこの家に、お泊まりで、勉強しね、して、しに行ってくるね、とか言っておきながら、本当は、先輩の家に泊まりに行った。こいつは。それ以来やたら垢抜けてる。それがドーン！そんな妹がドーン！ドーン！なんかそういう感じのやつは、全員ドーン！排除！ドーン！どうしよう。これもう本当に、八方塞がりだ。もう、頼む術がないんだけど、まあもう一枚なんか残ってる。見てみる？なんだそれなんだよそれ結局金がないと買えないってことか。いや諦めるの早い。最近 YouTube で YouTuber で人気のラファエルさん、もしくはヒカルさん、カブキンさん、この辺の人たちは何かってとプレゼント企画やってる。多分 PlayStation 4 Pro が発売したらその辺プレゼントすると思うから YouTube 要チェックしとけよ。ちなみに刑事チャンネルからのプレゼントはないぞ。俺の笑顔でも見て喜んどけ。